こんにちは。今回はですね、強いトレンドと、弱いトレンドの見極め方についてですね、説明していきたいと思います。で、通常ですね、チャートを見てるときにこのトレンドは強いなとか、このトレンドは弱いなとか、いろいろ感じると思うんですけども、大体ですね、その強いと思うトレンドっていうのは、本当には強くない場合が多いんですよね。ですからどういうことかちょっと説明していきますけども、通常ですね、例えばじゃあ誰かがですね、そこに立ってるとして、その人をですね、そこから動かしたいと思った時に、例えばじゃあ強い力でバーンって押したとしますよね。その人を正面から押したとしますよね。そしたらその人は多分ですね、グッと耐えるんですよね。踏ん張るというか、そしたら強い力で押したとしても相手が踏ん張って耐えたら、その力がまあ跳ね返ってきたりとか、逆に動かせなくなってしまったりとかするわけですよね。だから強い力、表面的に強い力っていうのは、強いようで実は強くない、刹那的な影響しか与えられないということなんですよね。じゃあ本当の意味で強い力っていうのはどういうものかっていうと、じゃあ例えばまた目の前に人がいて、その人をそこから動かしたいってなった時にどうするかっていうと、本当にですね、感じるか感じないか程度の力でそーっと押すんですね。スーッと押すことによって相手は警戒しないですよね。警戒しないから、なんかわからないけど押されてしまったと。で、結果的にその場を動かされたっていうことが起こるわけですよ。だから本当に意味で強い力っていうのは、そういったじわじわ効くものですよね。長い目で見た時に影響力を与える力っていうのが本当の意味で強い力なんですよね。じゃあそれをチャートに置き換えた時にどういうふうに見えるかなんですけども、例えば、多くの人がですね、飛び乗ってしまう動きっていうのがあります。それがブレイクアウトですね。レンジがこう続いた後にバーンってこうブレイクする。これは上下ともにですけど、こういう動きにですね、みんな飛び乗りたがるんですよね。で、確かにこれはパッと見た時に強そうに見えるんですけど、実際はですね、こういった一方方向の急激な動きっていうのは必ず反作用が生まれます。この勢いがずっと続くっていうことは絶対ないんですよね。むしろこの勢いが強ければ強いほど、反対側で、わかります？何クソっていう動きが絶対出るんですよ。反対勢力が必ず現れます。この押されてたまるかって言ってですね、逆から押し返してくる人たちが絶対いるんですよね。なので急激に上昇したものっていうのは急激に一旦落ちやすいんですよ。だから大体はそういった天井で飛び乗って振り落とされてロスカットするって、でロスカットした後にまたこうやって上がっていくっていうケースが非常に多いです。このパターンでやられる人はほとんどですよね。なのでブレイクアウトに乗るっていうのは非常に難しいんですけども、まあ、これは表面的な部分に騙されてるからなんですよ。本当に見なきゃいけないのはここではなくって、もっともっとですね、そのじわじわ効いていくところなんですよね。じわじわ力が働いてるポイントなんですよ。でそれがどういうチャートかっていうと、こういうふうにですね、のらりくらりとこうゆっくりと上昇していく相場ですね。で時々こうパンって下がって、でもこうまたじわ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 こう上げていく相場ですね。これは下落も同じです。非常に新値更新が緩やか、新値更新が緩やかであるとともに、新値更新した時の勢いもそんなに別にないんですよ。でもまた新値更新していく、でまたちょっと落ちて、また新値更新していくっていうことを繰り返していく相場ですね。これって あんまりですね、恐怖心を感じないし興奮しないじゃないですか。アドレナリン出ないんですよ、こういう動きって。むしろ逆にこういった激しい動きの方が興奮するというか、飛び乗りたくなるんですけども、だからこそですね、このじわじわいくタイプのトレンドっていうのは逆張りでいった人は巻き込まれやすい、引かされやすいんですよ。でこれゆでガエル現象っていうんですけど、売ったところからちょっと下がって、また、その売った値から売った値を超えてですね、また高くこう上がっていくんですけど、これを繰り返していくと、なんかそんなにまだいってないから、またもうちょっと逆張りしとくかって難品していくじゃないですか。でまたちょっと戻して、もう少し平均値をこれで下回るっていうところでまた上がっていってしまう。だから脱出できずにひたすら引かされていくっていうですね、ゲームが始まるんですね。でこれが要するにエネルギーが蓄積していくんですよ。最後の花火が上がるエネルギーがこれによって蓄積していく。で結果的にこの最後の大爆発っていうのは、これは負けてる側が作る動きなんですね。
最後ここでもう耐えきれないってなったところで投げるからバイングクライマックスが来るっていうことですね。でこれが出た後は大体一旦このトレンドは終わるっていうことになります。なのでこのバイングクライマックスって言った時はリグイのタイミングなんですよね。でそもそもそれ以前にこのじわ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 上がっていくところで買っておきたいっていうことなんですよ。これがその強いトレンドと弱いトレンドの見極め方になります。これを知ってるだけでだいぶ無駄なですね負けが減るはずです。っていうのはですね、いろんな過去のチャートを見返したりとかしながら、実際にですね、そういった場面をちょっと見つけて、まあパターンをですね自分の頭の中に入れておいてもらえればと思います。